大学4年間中国を学びましたけれども、その男性とか女性の裸像をこう粘土で作る事業があったんですけど、あの裸像っていうのはあのキリスト教社会のヨーロッパで持ってる美学なんですよね。でキリスト教っていうのは昔の女性はあの結婚した女性は人前では肌を見せない。でも日本の空間は部屋には鍵がかけられないし、100年ぐらい前までは混浴で、だから裸に対するエロティシズムっていうのは日本にあんまりなくて、むしろ浴衣姿にエロティシズムを感じたりしてたし、まあ、日本人にとっての美術ってなんだろうなって考えた時に、現代美術より焼き物の方が日本人らしいなということで焼き物に変わったんですね。日本の美術大学で教えてるものって全部ヨーロッパの美術を教えてるんですよね。すごく保守的な学校で、まあ、僕は帽子が好きだったので、アトリエで帽子かぶってたんですよね。そしたらあの帽子を脱げと言われて、美術は自由な世界だと思っていたから、なんで帽子脱がなきゃいけないんですかって言って、教授全員と喧嘩になってしまって、まあ、取っ組み合いになったんですよ。で僕は負けてしまって、まあ、4年間無視されたんですよ、先生から。それでじゃあ自分にとっての美術って何だろうなって思った時に、やっぱり工芸じゃないかと思って大学卒業して焼き物を学ぶことにしたんですけれど、陶芸家はこの頂点を目指さなきゃいけないっていう時代だったので、みんなそのすごくこう作り込んだあの装飾があったり、その大きかったり重厚なものをみんなが目指せたんですよ。で僕はその重厚なものではなくて、毎日使える食器、料理を持ってテーブルに置いたところで完成するというぐらい実にこうシンプルにしてたので、もう上の世代の人たちにはこんなものは作品と呼べないってもう散々言われましたね。こんなの作ってるからお前ダメなんだよって言われました。大きく自分がこう飛躍するきっかけとなったのは17世紀 あのオランダの庶民が使っていた白いお皿なんですけども、それを見た瞬間、あ、これだと思ったんですね。裏も表もすごく美しくて彫刻的で、あ、僕が探していたのはこれだったんだと思ったんですけど、そのお皿を自分の得意としている技術で作ることができるようになるのに3年かかりましたね。どうしていいのか分からなくて、はい、でもその3年間悩んでいろいろこう試行錯誤したことが今思えば全く無駄になってないなと思いますけど、僕がやりたかったことは、みんな作家が頂点を目指すのではなくて裾野を広げる、あのみんながもう見たことがあったり知ってるものでもそれのこう新しい側面を見せる、日本の経済が発展した後の時代に同じような気持ちを持てた人がいたんですね。自分だけで一人でみんな孤独でやってた人たちが、いろんなジャンルにそういう人たちがいたんです。ガラスとか木工とかファッションとか、全国で活躍している一流の人を呼んできて、まあ、そういう気持ちもあって、そういう民家を生活空間を使ったギャラリーをしたいなと。岐阜県の多治見市というところに山の中に桃草はあります。山を自分でこう木を伐採して、それで庭を作って、その中に400平米ぐらいの建物、建物は2階建てです。桃草をする前に日本の古い民家をギャラリーにするっていうのは当時すごく珍しいことだったんですね。日本のギャラリーは美術館をちっちゃくした白い壁のギャラリーばかりで、
でも日本ではその茶道が盛んで、茶道はそういう白い空間で照明を当ててものを見るのではなくて、暗い部屋で手に取って見るっていう習慣があるんですよね。ちゃんとそのものに向き合ってものを見た方が、そのものの持ってるものが伝わりやすいので、もぐさに来られたお客様には靴を脱いでいただいて、カバンもお預かりして、もう本当に自分の家にいるかのようにそのものとちゃんとしっかり向き合ってくださいっていう。美は頂点を目指すものではなくて、もう いろんなところに美は転がっていますよ、日常にいっぱい転がっていますよっていう、そういう発見をあなたたちもしてくださいっていうメッセージですね。それのヒントとして桃草ではこういうことをしていますよっていう、あくまでもテーマは日常です。